燃え盛る炎の中、特殊な防火服を着た隊員たちが懸命に消火活動を行っています。ここは岐阜県各務原市にある航空自衛隊岐阜基地です。昨日行われたのは航空救難消防訓練。航空機事故などが発生した場合に備え、状況に応じて迅速に乗組員を救出し消火をするための訓練です。隊員たちが着ている防火服は1200度までの炎に耐えられるというもので、ボンベを合わせるとその重さはおよそ20キロにもなるといいます。訓練では4台の消防車が出動、およそ30人の隊員が参加しました。岐阜基地では実際に火を使った救助や消火訓練を3ヶ月に一度行い、緊急時に備えているということです。